それでは今からボディスキャンを始めます。椅子に座っていても横になっていても構いません。まず椅子や床に体全体がしっかりと支えられているのを感じてみます。それではこの姿勢で呼吸を感じてみます。吸う息で胸やお腹が膨らみ、そして吐く息でしぼんでいきます。呼吸をコントロールする必要はありません。ただ一瞬一瞬自然に起こっている呼吸の感覚に注意を向けてみます。それでは順番に体の感覚を観察していきます。まず左足、指先から太ももの付け根まで全体の感覚を感じてみます。床に支えられる感覚、ズボンが触れている感覚、どんな感覚でも構いません。この部分の感覚に注意を向けてみます。そうして次は右足全体の感覚、表面の感覚や可能なら奥の方の感覚も感じてみます。それでは次に腰から背中にかけての感覚。もし痛みや不快な感覚がある場合には、その部分にも優しく注意を向けてみます。そうして可能ならできる限り正確にその部分の感覚を観察してみます。それでは次にお腹の感覚、そして胸の感覚、もしかしたら心臓の拍動を感じるかもしれません。それでは両方の手と腕全体の感覚を観察してみます。いつもはあまり注意を向けないかもしれませんが、この部分にも感覚があります。そして両方の肩周りと首周りの感覚、もしかしたら痛みやこりといった感覚を蓄積しているかもしれません。ねぎらいの気持ちを向けつつ優しく観察してみます。それでは次に顔の感覚、表面には緊張が溜まっているかもしれません。それに気づいたらそっとリラックスさせてみます。次に頭の感覚、頭皮の感覚から頭の奥の方の感覚まで、それでは今まで観察してきた体全体の感覚を観察してみます。意識を広げて優しく体全体を包んでみます。体全体がしっかりと支えられています。今意識に上ってくる感覚をありのままに感じてみます。それでは次の吸う息で吸った息が全身の隅々まで行き渡るのをイメージしてみます。そうして吐く息で今度は全身から集まってきた息が鼻から外の世界へ解き放たれるのをイメージしてみます。それでは今ここに存在している自然な呼吸の感覚とともに、もうしばらくこの姿勢で休んでみます。
それではこれでボディスキャンを終わります。手や足を動かしたいように動かして、ゆっくりと元の姿勢に体を起こしてきてください。